こんにちは、遠藤です。今回はですね、前回のこのサングラスの話に続きまして、海外での防犯術といいますか、スリとかそういうのに合わないようにするためのノウハウといいますか、僕がやってることを実践していることを、ご紹介したいなと思うんですが、それはですね、無視することなんですね。結構ね、街中を歩いててこう声をかけられてる、スリとかっていうのはただねこう物を吸っていくんじゃなくて、その人のアテンションをこう注意をどっかにそらしてる間に物を取っていくっていうことがあるので、声をかけられた時に反応しちゃうのはダメなんですよね。こんにちはとかって特に日本語で声かけられたりとか、はいとかって声かけられた時にヒュッて顔を向けちゃうとか、それに、反応しちゃうと、もうその瞬間に釣られちゃうので、それ反応しないようにすると、無視をする、それに気づいてないような、気づいてるんですよ、気づいててそれに対して警戒はするんだけど、顔を向けちゃったりとか反応しない、ボディーランゲージをしない、身につけておくと海外でもいいかなというふうに思ってます。でなので僕結構街中で、こう声かけられても全然無視して、もちろんそれ気づいてるしそれに警戒はするんだけど、もう無視して気づいてないふりをして、過ごす、やり過ごす。ではそこで反応してしまうと本当に被害に遭っちゃう、すられちゃうってことがあります。あとは一つこうやり方としては、イヤホンをしておいて、ただ音楽は聞かない、流さない、だから外の音は聞こえている状態でイヤホンをしておくと、無視しているのがそんなに違和感なく無視できるんですよね。やっぱ耳が開いて聞こえてるだろお前っていうのもがねあるんで、そういう時はやっぱりイヤホンだけ挿しておいて、音楽は聞かないでイヤホンだけ挿しておいて、外の音が聞こえるような状態にしておくと結構無視しやすいです。日頃の、なんか練習だと思うんですけど、だから日本国内でも街中歩いている時に声をかけられたりするじゃないですか、例えばティッシュとかね、そういうので反応しないとか、何か大きな音が鳴ったとか、何か例えばこう周りのみんながこうピュッて向いてる時とかに、自分はこう平常心でそれを気づいて、それに意識はいってるんだけども無視してるという状態というか、周りからはね気づいてないようなふりができるかどうかっていうのが、結構僕は海外の防犯術としては大事なんじゃないかなと思って日々実践をしてます。なので日本国内でもやっぱり外出歩いてる時なんかは、何か大きな音があったり声かけられたりしてもすぐにふってアテンション取られないように、気をつけるようにしてます。でこれね、実は実体験もあって、ロンドンに留学してた時に、ホームステイ先が、ちょっと治安がよろしくなかったんですよ。ね、黒人の人ばっかりのところで、この柵から向こうはすごく危険だよとか、一緒にねホームステイしてた人なんかナイフ持ってたりとかね、身を守るために、いやそれ奪われちゃったらダメじゃないとか、あるんですけど、でそういう時に僕も例えばロンドンで夜遊んで帰ってくると、2階建てのねダブルデッカーなんかでもう降りる時にはもう周り全員黒人の人とかっていう時で、で夜日が暮れてから帰る、遅くに帰るとやっぱり危ないんですよ。でそういう時は僕今話したイヤホンをねして、音楽だけ流さない状態で周りの注意を払ってる状態で歩いてて、でその時に2人組のね男性に声をかけられて、黒人のねお兄ちゃんに、かけられたんですけど、それでやっぱり「ん?」って何とかって振り向いちゃうと危ないんですよ。ってかもうその時点でアウトなんですけど、なのでその時はやっぱりイヤホンだけしてって、音楽聴いてるから聞こえてないよっていうふりをして、そのままスーッともう無視して歩いて、でそこから視界から僕は消えたなっていう、角を曲がった時にダッシュで逃げるっていうね、ことがあって、あれねやっぱりそういうのをやってなかったらちょっと危なかったなっていうふうには思うんで、だからやっぱそのイヤホンをして、でも音は聞いてないとかね、アテンションを取られないような訓練っていうのはしとくと、いろいろ身を守ってくれる、自分の身を守ってくれることになるので、ちょっとね人付き合いとしてどうなのって思うかもしれないですけど、そんな簡単にねその自分のアテンションとか、注意を引きつけられたりとか、注意をどっかにそらされないっていうのはすごく大事なので、皆さんも参考にしていただければなというふうに思います。特に日本語で話しかけてくるやつなんてもう怪しいですからね、そんなのは全部無視するっていう、無視できる力っていうのは防犯として海外旅行では大事だと思ってますので、ぜひ参考にしていただければと思います。